こんにちは、尾張旭市スポーツ推進員です。今回私たちはお家でできる運動遊びをご紹介します。ペットボトルやご家庭にあるものを使った運動遊びと、道具を使用せず頭と体を使ってできる運動遊びを用意しました。楽しく体を動かせるものとなっていますので、ぜひ参考にしてみてください。点数をつけたりチーム対抗にしても盛り上がりますよ。ペットボトル以外にもヘルメット、カバン、カゴなどご家庭にある代用品でも楽しめますね。上げた手はパー、胸の手はグーでいきます。せーの、はい、2、3、4、5、6、7、はい、今度反対、上の手はグーで胸がパーです。せーの、はい、1、2、3、4、5、6、7、はい、はい、そのままじゃあ上の手はグーのまんま胸をチョキにしましょう。せーの、はい、1、2、3、4、5、6、7、はい、今度は上がチョキで胸がグーです。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、はい、ごめん、はい、じゃあ今度は足と手と一緒にいきましょう。3の倍数で手は叩きます。足は普通にステップをしてください。できたら膝を高く上げれるようにしてください。はい、では行きます。ゆっくり行きますね。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、10、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。はい、じゃあ次は5で行きます。5の倍数で手を上に上げてください。さあ、じゃあまた同じようにいきます。はい、いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。はい、今やりました3の倍数、5の倍数、今度は合わせてやってみます。で、3と5、一緒の数字重なるところが2つあります。15と30です。その時は足と開いて手を上にします。
先ほどとちょっと形が違いますので覚えてください。じゃあゆっくり行ってみます。はい、さあ行きますよ。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。はい、じゃあ今度は1から4までの数字を覚えてください。1は右手が横、2は左手横、3は右足前、4は左足前。はい、じゃあ1、2、3、4、続けていきます。はい、いきます。せーの、1、2、3、4。はい、じゃあ今の今度ランダムに番号を言いますので、その通りに動いてみてください。はい、じゃあ1、3、2、4です。はい、いきます。せーの、1、3、2、4。はい、じゃあ次です。次は1、4、2、3です。1、4、2、3でいきます。せーの、1、4、2、3。はい、です。じゃあ次は手と足一緒に動かしてみますね。はい、1が右手と右足が横、1。はい、戻ります。2は左手と左足横、はい、2です。3は今度前出します。右手足も一緒に、はい、3。はい、今度は左で4です。4。はい、じゃあまた行きますね。1、2、3、4です。せーの、1、2、3、4。はい、じゃあ今度1、2、4、3で行ってみます。1、2、4、3です。はい、さあ行きます。はい、1、2、4、3。はい、じゃあ次は言うこと一緒、やること一緒という遊びです。言うこと一緒なので、口は前、前って言ったら前、やることも一緒なので前と言います。はい、じゃあ行きますね。言うこと一緒、やること一緒、前、前、後ろ、後ろ、右、右、左、左。はい、これは言うこととやること一緒なので簡単だと思います。じゃあ少しずつ難しくして、今度は言うこと一緒、やること逆です。前って言ったら後ろに飛びますけど、言うこと一緒なので口は前です。前って言いながら後ろに飛んでみてください。はい、言うこと一緒、やること逆、前、前、右、右、左、左。はい、じゃあ次はですね、今度もう一つ難しくなります。言うことが逆になります。言うこと逆、やること一緒、前って言ったら口は後ろと言いながら、やることは一緒なので前と言います。はい、じゃあやってみます。はい、言うこと逆、やること一緒、前、後ろ、後ろ、前、右、左、左、右。はい、2拍子と3拍子です。まず2拍子、上から下、上下を続けていきます。はい、いきます。せーの、1、2、1、2、1、2、1。はい、じゃあ次は3拍子なので三角を両手で作ります。はい、いきます。せーの、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3。はい、じゃあ今度は片方が2拍子、片方が3拍子になります。ですか。せーの、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3。はい、じゃあ今度反対の手でもやってみましょうか。はい、いきます。せーの、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3。
3。はい、じゃあ今手でやったので、これを今度足でやってみたいと思います。手と足と両方使っていきます。まず足だけいきますね。で、開いて閉じる、開いて閉じる、2拍子です。せーの、1、2、1、2、1、2、1。はい、ですよ。じゃあ手は上、横へ開いた時が1、膝、ももの横で2回叩きます。1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3。これを今度は一緒にやってみますけど大丈夫かな。さあ、いきます。せーの、1、2、3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 。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。私たち割朝市スポーツ推進員は、割朝市の皆様のスポーツ活動を推進するために日々活動しています。この動画が皆様の参考になれば嬉しいです。